ライフポート豊橋のコンサートホールで8月5日土曜日、みんなのサマーコンサートが開催されました。これは市内の中高生の音楽活動を支援しようと、豊橋市が今年度から実施した豊橋青少年音の輪事業の一つです。コンサートではまず浅井義孝市長が壇上に立ち、音楽仲間を作って夢に向かって努力していってほしいと挨拶を述べました。今回のコンサートには室中学校や南陵中学校、東陵中学校、東部中学校、羽田中学校、吉田方中学校の市内6の中学校と桜ヶ丘高校が参加しました。生徒たちはライフポートという大きな舞台で保護者や関係者などに向かって日頃の練習の成果を披露しました。演奏の合間には豊橋市すみます芸人の朝名が出演し、会場を盛り上げていました。5校目に登場したのは弦楽器のみで構成された羽田中学校オーケストラ部です。昨年全国大会で文部科学大臣賞を受賞するなど輝かしい成績を残している学校です。続いて三河地域で唯一の音楽科がある桜ヶ丘高校音楽科がプロ顔負けのパフォーマンスを披露しました。最後に登場したのは吉田方中学校吹奏楽部です。生徒たちのパワフルな演奏に合わせて来場者が手拍子をするなど、音楽を通して会場が一つになる様子が見られました。保護者やいろんな人に聞いてもらえて、自分の音楽で人を楽しませてできることがすごく嬉しかったです。先輩になって初めてこういうところで聞いてもらえるっていうことが結構やりがいがあるなって思いました。たくさんの方々の前で楽しい音楽を届けることができてとても良かったです。先輩とできる機会も大会が終わってなくなってきてしまうので、こういうところで先輩とも後輩とも演奏ができてとても楽しかったなって思いました。音楽の魅力を多くの方に伝えることができた豊橋青少年音の輪事業サマーコンサート。音の輪事業では来年の春にプロの音楽家から演奏を学ぶことができるスプリングクリニックも予定されています。さて、今回の豊橋ナウはいかがでしたか？次回もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。